昨日準備してた引っ越し。ああ、昨日しました。はい。ええー。昨日やりましたよ。ええー。じゃこれも作りました。ええー。すげえ。全部作りました。基本的に前の家のものをほぼ捨ててきたんで。うん、あ、そうなの。もう一回だから新しくみたいな感じです。全部作る状態。指これなんの？あ、これ昨日普通にその段ボールで切りました。ええー。それぐらいやったんでね。そうだろう。はい。テレビが。うちうちうち。もう4年前思い出すな。なんか怒りとかよりもエモさが上回る。まあまあ頑張ったなこの4年間。すごい確かに広なって。まあ、広なりましたね。今までというか4年前は、うん、キッチンで狭いスペースでやってましたもんねこれ。ね。無理やり立食パーティーみたいなとこやってましたよね。座れるもん。座れる。ほんでテーブルも段ボールで。最高。最高です。これ以上ない環境。ごめん、順番前後して失礼。何やってんだ失礼。さすがに前後してみて。よくそのテンション。人んちで何やってくれてんだよ、おい。よく持ってこれだな、そのテンション。何一回やってから。何やってるんですか、これパーティーみたいな。いや、引っ越しパーティーね。まあ、なんで家主不在なんだ。まあ、準備しとこうみたいなね。そう鍵僕が預かってたから。そう、組み立ててたって言ってた。そう、よかった。手伝ってくれたのはめちゃくちゃ感謝してるんだけど、うんうんうん、で、まあ、引っ越しはやってくれるっていう気概はもちろん感謝してるんですけど、ありがとうございます。家主不在で始めんなって。おい、どんどんエンジンかかってきたぞ、おい。一回エモさんに行っちゃったから。そう頼むよ。何がやねん。じゃあやるなら一緒にやって、パーティー。なんで2人で抜け駆けしてんの。準備してちょっとね、うん、そうそう、ちょっとだけ津波食いみたいな、ね、そう準備。津波すぎだろ、いくらなんて。もう半分じゃん。もともとが少ないね、これ。そう、確かに。いや、4だろ、このスケ6は絶対。わかりやすい仕切りが。スケ6やのにね、4。いいよ、その数字のトリックは。謎解きですよね。6個だからスケ6ってわけじゃないからね。そうなんですよ。うん、いや普通は、うん、2人でパーティー抜け出さないなんですよ。2人でパーティー抜け駆けしないだあなたたちがやってるの。はい、いいね。最悪ヒゲ男爵。イエーイ。しかも人が言ったことに対する自分たちでやってるね。さ自分たちでやって感想をねか。違う、島田夫妻だよ、それは。アンツォーネは。ルネッサンスね。ルネッサンスね。いや、嬉しいな、でも。これ、うん、なんであんたが嬉しいんだよ。こんなでかい。そうですよね、テレビ台。だって、前の家の時はもうちょいちっちゃいテレビ台だったやん。でも今も、そんな大きいテレビ台になって。部屋で言うんだよ、それ。テレビ台にね、すごい。テレビ台を基準にそういうトークしないんですよ。大体部屋の数だったり部屋の広さで言うんですよ、うん、何テレビ台基準のスケールの小さいやつだな。プシューじゃなくてなんか自信なかったのか知らんけど、スケールとスケロクで何かできないかな。スケロクのプシューじゃないんですよ。ちょっとじゃあいただいて、うん、いただいてなんか飲みます。飲みます。シャンパンドレスに入れてるんですよ、それ。シャンパンじゃなくて、うん、チューハイ。普通にチューハイをシャンパングラスいただいてんの。そう。あ、でもちゃんとお祝いのシャンパン。シャンパンもあるから。ああ、ありがとうございます。もう開けてあげてくれ。もうちゃんぽんしてるのあんた。もうちゃんぽん。えそうそうそう、最速ちゃんぽん。最速で、うん、最速でちゃんぽんなってるから俺。はい。そんなつぶ立てるようなことじゃない。すごいことだよ。すごいことだよ、ね、すごいこと。確かに、ね、最速でちゃんぽんなってるから。すごいことではないったなって言いましたよね。え、いや、最速ちゃんぽんはすごいじゃないですか。すごい。なんですか。じゃあ一瞬、あら、最初ちゃんぽん。すごいですよね。すごい。一瞬、すごいことではない、うん。すごいことだけあなたがピックアップして、すごいことでしょって言った瞬間、もう後輩モードになって、すごいことっす。見てられんって。分析するの関係性。見てられない、本当に。おたらはダメにしていくよ。いや、すごいことね。すごいこと。それはそうですよ。あ、そう。何、あの引っ越しのね、はい、お祝いを持ってきたのよ。マジっすか、うん、嬉しい。いや、ほんまに一人暮らしやから、はい、うん、
一人暮らしに便利な。何？ていうかまあ便利というか、はい、一人暮らしやからやっぱりその体とかやっぱ気になるの。どういうことですか？その、はい、栄養とかやっぱり。ああ、健康ね。健康。はい、出てこなかったっすね。体、健康。ちょっと野菜とかね足りてない。ああ確かに。確かに足りてないかも。うん。うん、ちょっとじゃあ俺ちょっと野菜を。え？一から？え、育てるところから？いや、もちろんそのね、地産地消というか。いいですね。ロングスパンね。ロングスパンベジタブル。ロングスパンベジタブル。ありがとうございます。シーズニングありがとうございます。僕のシスなロングスパンを彩っていただいてありがとうございます。そうそう、これちょっとね、ちょっと機会があればね、植えてみたいと思いますけど。スプラウトなんか簡単やねこれ。これ土とかじゃないのか。もうほんまに脱脂麺に種を入れて。本当だ。もう1週間で多分食べられる。そうなの？うん。これええやん。めっちゃ早いじゃん。で、それすぐできる。で、日記とかもつけたりして。ああ。日記みたいな。いいですね。うん。絶対いいよ。小3だと思ってる。小3に違いますよ。小2。誰が小学生いじりしてんすか。小学生自身に関しては常にディフェンスでいろよ、うん、オフェンスしてくんだよ。ダメダメだよ。あ、ほんまですか。あなたが一番輝くんだから。小学生やと思う。新鮮だな。小学生やと思ってました。え、同級生だと思ってたってこと。誰が小学生やしっくりくるね。俺だよ。こっちの方がいいわ。おかしいよ。めちゃくちゃしっくりきたわ。こんなに。こんなに。猿、猿やろ。誰が猿いじりしてんの。猿やん。あと弱えし、とっかかりが。そんな猿にこのイメージねえし。無理すんなって。猿やん。ディフェンスであれ、猿いじり。うん。でも、ほんまに、うん、他にもちょっと一人暮らしに便利なグッズ。そんなに今、それ、レジ袋を毛繕いしてるんですか。いや、誰がされやんの。お宅もだらしちゃうかも。慣れてるわ。全然違うね、キレが。お宅もだらしちゃうもん、お前。年末に。これを荒らしてる。いや、荒らすちゃうねん。荒らすために作らせる。荒らすんちゃうねん。食べるために作ってくるやん。スクラップのビルドしないとかやん。それやねん、お前。英語すぎだよ。サルと小学生以外弱。英語がね、ちょっと税関とか怖い。怖い。入国審査とかね。自炊とかもやっぱりしてほしいというか、まあ、野菜も作って、作って自炊もしてほしいから、そういう食器的なやつも。あ、嬉しい。そうそう。食器あんまないですよ。あ、ほんま？うん。調理器具ちょっと。あ、めっちゃいい。はい。これちょっと。うん、これ。クリピーやヒビー。確かに、ね、これね、忘れがちですよね。みんなね、忘れがちなの。最初一人暮らしの栗の皮を剥くためだけの別クリピーラ、うん、ヒビー。渋いよね。渋いよね。皮のその薄皮がめちゃくちゃ渋いよね。渋だけの渋さじゃなくて、器具としての渋さのこと言ってるんですよ。一家に一台みたいなもんですよね。また4年使わず捨てるぞ。あ、でも使う機会え、あれ、あ、セットで持ってきてくれた。そう、それが、はいはいはい、もちろんや。さすがすぎるな。そうそう、俺もね、目の前でどんな感じで使うかも正直俺もよく分かってないから、うん、あんま使わないですもんね、うん、でも使ってみたいよ、自分たちのためにも。実際ね、なんか持ってきてくれたと思う。持ってきて、そうそう、これでちょっと実際に。あー、うん、いいじゃん。もう剥かれてるじゃん。え？5だよ。ピーラー5だよ、これは。何やねん、ピーラー5。ピーラー前とピーラー5で分かれんのかい。これ、甘栗剥かれちゃってましたよ。甘
ハグリ剥かれちゃってました。剥かれちゃってました。ハグリ剥きたいんです。だからあなたのね、商品名、肩書き剥きたいです。ハグリ剥きたいんですなのに剥かれちゃってるから、使えないよこれ。あの、まだなんだ。あなたすごいわ。本当嬉しいわ。嬉しいよね。ありがとうございます。でもまあ、やっぱその食べる気とかもないかな。実際、うん、ほんまにそこスプーンしかなくてないですね。そうそう、だから買っていったよ。ありがとうございます、うん、フォーク、フォーク、フォーク、うん、うん、でこの、うん、いいフォーク買ってきた。うん、2だ。二股のフォーク、二股フォーク。ジジイすぎる。ガーン、笑い方ジジイ。使い用途が書いてある、うん、焼き鳥を外して食べるフォーク。ピンポイントで確かにね、便利ですけど、便利だけどね、うん、こう挟んで確かに串から外すっていうね。そうみんなで食べるときにやっぱり絶対必要やからね、うん、あ、分けたりするね、確かにね。だってあのこっちでやるとしてもね、うん、ちょっとここが、ね、その説もありますから、そっちの方が汚いんじゃないかっていうね、説とかね。そうそう、他に募集しだした。焼き鳥を分けるときなんか、はい、例えばもう一個この箸を、あ、新しいやつをやったらまたね、うん、ちょっと SDGs とかそういう、そうですね、そういう観点もありますし、ね、そうそうそう、ね、あと、うん、串からこうやって食べたいんだよっていう話も、確かにそのまま食べたいんだよ。僕こっち派なんです。俺もこっち派です。あ、俺も全員スリーカードだ。スリーカード、意見は三つ股だ。いいって、イエーイ。感謝くん、今日はだから、はい、怒ること一個もなくたくさんあっただろうが。喜んでくれて、喜んでくれて、あ、ね、まあ、うん、スタートこそエモでミスったけど、そっからは怒り浸透だったぞ。何勝手にパーティー始めてくれるんだよ。まだ言ってる。最初のテンションで何も食うてないもんね。腰が2本とグラスに腰から。そう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 。かわいそう。かわいそう。いやでも懐かしいわこの感じ。懐かしいね。あれ。だわ。本当に4年前。うん。ね、あるよね。